皆さんこんばんは、ゆいです。今日はまたまたゆいラジオスペシャルということで映像付きです。そしてこっそり始めたはずのゆいラジオに、なんと今日はスペシャルゲストの方が来てくれています。ご紹介の前に失礼しまして、ゆいラジオ始まります。ではスペシャルゲストの竹内優子さん、どうぞ。よろしくお願いします。お邪魔します。はい、こんばんは。こんばんは。はい、お忙しいところありがとうございます。いえいえ、私も噂のゆいラジオに来てみました、はい、ありがとうございます。はい、ではいつものパートナーを紹介したいと思います。しげちゃん、ゆいラジオに竹内優子さんが来られるということは、これもちょっとした事件ですよ。そうですよ。これはそもそもですね、早速なんですけれども、ゆいさんと竹内優子さんのこの出会いというか、なんかきっかけというか、それはどうだったのかなというのをですね、みんな気にしてると思うんですよ。なんでゆいラジオに竹内優子さんが来てるんだみたいな。そうね、どんなきっかけだったの？言わないとダメってことですよね。そりゃそうですよ。それは僕は聞き手ですから。あれですよね、なんだっけ、あのドラマの、そうです、方の打ち上げっていうのかな。不機嫌な人気じゃないのか、はい、これ月曜日の夜9時にドラマをやらせていただいてて、その時の主題歌をゆいちゃんが歌っていて、でそれで打ち上げで初めてお会いして。そうですね、まあ、でもこう、ジョビウチさんにしてみると、その始まったドラマのエンディングテーマで、フィールマイソウルを、どうでしたかね。なんでしょうね、心強い存在というか、やっぱり思うし、1時間終わってエンディングかかってこの曲が流れて、あ、今日も1週間が無事に終わったんだなってそういう気持ち、あのオンエアを見てそう思うし、なんだろう、役を通じた気持ちとかが歌詞から聞こえてくると、なんでそういうことがわかるんだろうってちょっと思ったりとか。あ、嬉しいですね。これはいいコメントいただきましたね。これ今ピークじゃないかい。今一番いいところだと思うよ。こんなにいいコメントを聞けたら、あとは放送しない方がいいんじゃないかっていうぐらいいいこと聞けたら今、ね。A さんはどうですか。普通に見てましたね。あの夜9時になったらテレビをつけて、その前で見てくださってたという。そう、テレビで見てました。コメントはまっすぐ。あ、じゃあ分かった分かった。じゃあ、 竹内優子さんがスローモーションで走ってる姿が、かっこいいと思った。ありがとうございます。そこでも第一印象みたいなのはどうだったのかなという。なんか小さかった。違う、分かった。もっとあるだろう、第一印象の。思ったより背がちっちゃかったとか。そう、なんかね、細かった。細かったいいんだよ。俺はヒヤヒヤしてどうするんだよ。大丈夫だよ。今はどうでしたか、第一印象。仕返しするような感じで大丈夫だよ。仕返しっていうことは、仕返しは煽ってるってことですか。そういうことでも大丈夫だよね。第一印象。ちっちゃかった。これも、ドラマですからね。これはもう仲直りして投稿できましたよ。でもその打ち上げの席で、私ちょうどオンエアの最終日近く、4月1日が誕生日なんですけど、打ち上げの日もその前後、本当そのぐらいの日だったので、サプライズでスタッフの皆さんが誕生日ケーキを用意してくださってて、で、そしたらゆいちゃんが目の前に来て、目を見ながらハッピーバースデーの歌を歌って、目を見ながらでしたっけ、見てました。あの時に感動しましたね。ちょっと泣けました。もうこれ以上涙は出ないなんていう感じだったんですけど、でもそうすごく皆さんが竹内優子さんのことを考えて、誕生日のそのサプライズを、考えてて言ってくださって歌わさせてもらったんですけど、裸足だと思いました。あ、裸足でしたっけ。
裸足だったっけ、なんかその歌う瞬間はなんか裸足だっていう印象がすごくあって、そうなんだ、そっか、ゆいさんは裸足でしたか、いや覚えてない、覚えてない、何も覚えてない大抵のことは覚えてないわいいですけども、じゃあもう今日はですね、ゆいさんと、竹内さん、竹内涼子さんとで、お送りしておりますけれども、福岡県のライライさん、自分が小学校の時体育の時間にやーって掛け声で立ったり座ったりしていました。これは福岡だけだと聞いたんですが、ゆいさんの学校ではしていましたかっていう。やってた。もう一個あるの、岐阜県のクローバーさん、博多弁の話で思い出したことがあったので送ります。ゆいさん、幼稚園とか小学校の体育の時、先生が座れって言ったら、生徒はみんな大きな声でやーって言って座ってましたよね。言ってた。あれって福岡だけらしいんですよ恥ずかしい、なんかやーって、やーって言うんです。嫌のやなんかそのやーっていう、やーこんにちはみたいな、みんなやーってそれはなんでだろう、えしない、しなかったしなかったえだってどういう意味でやーって言ってたの、え知らなかった、え何も考えずにやってた言われればもうだ、うん、だじゃないだって可愛いですね、だに変えましょうか、座ってた。だいいかも。え、ちっちゃく前習いとかしてた？うん。それはしてる。うん。もっとちっちゃく前習いとかした？いや、もっとちっちゃく前習いとか。あのスペースが本当にないとき。ちっちゃく前習い。え、ちっちゃく前習い。先生後ろがって言って、もうあの並びすぎちゃってちょっと整わないので、うん、先生が、はい、もっと小さく前習い。この手の半分ぐらい。すごいな。本当に。それはちょっとおはがきください。小さく前習い。そうですね。前習い、小さく前習い、もっと小さく前習い。3段階あったと思う。ヨコさん、クイズがありますよ。はい。ユイラジオのリスナーみんな知ってるんですけども、はい。チカッパっていう言葉が何ていう言葉かっていう。チカッパ？うん、博多弁なの。さて、どういう意味でしょう？チカッパ？うん。近いとか。チカッパかわいい。超かわいい、そういうことですね。あとバリかわいいとか、バリって言うんですよ。バリ方のバリ、そう、あそう、うん、バリって言うんですよ。バリとチカッパ、チカッパっていうのはあのどうやら力いっぱいの役みたいですね。うーん、え知らないで使ってたかも、うん、誰も知らんだよ。うん、分かったそうですか、うん、本日のですね、うん、そもそものはい、テーマと言いますか、うん、竹内さん、ゆう子さん来てくださったというところはですね、はい、映画初主演のゆいに竹内ゆう子さんが激励のエールを送ると、まあそんな大げさなものではなく、二人で交わすのかい、いや激励というか本当についさっき見てきました、ありがとうございます、はい、ずるい、ね、ずるいずるい、そうそう、ずるいって思いました。おあのほっぺたをつねられて、あーひどいって言った時のうるめが、もうこれは連れて帰らなきゃいけないってちょっと私は思ってそれやってみましょうかもうダメです、笑えあー恥ずかしい大丈夫ですか、恥ずかしくなってきました、はい、ちょっとでも余裕が出てきたかもはい、でも、うん、うん、あの緊張してましたね、360度未体験みたいな感じなんで話せばキリがないんですけど、うん、360度未体験、その新しい言葉を言ってみたね今ね、そうだよね、分かりやすいから、うん、まあでもなんとなくみんな通じたよ、うん、見るもの見るもの全て未体験みたいな、そう、カメラも照明もそうだし、うん、車止める人もそうだし、うん、電車来て電車来ましたっていう人もそうだし、うん、みたいな、うん、普段の生活してる、なかなかね出会うことないからねそうだよね、うん、うん、でも不機嫌なジーンだとあれだよ、虫が飛ばない、そんな話も教えていただけたら、うん、そうですね、虫をこう手のひらから飛ばしていくっていうシーンで、うん、もう手のひらにちょこって乗った虫くんが微動だにしない時、うん、そこからもう日が沈むまでもう何時間もない、うん、何分もないみたいな、うん、あくれちゃった、はい今日おしまいみたいな、そうだよね、うん、指先に行かないと飛ばなかったりしますもんね、うん、で指先の真ん中の第一関節ぐらいまで登ってきたかなと思ったら下がっちゃったりするたまにってバックするのか、戻っちゃったよみたいな、へそれでまたもう一回とか、うーん、それなんか可愛いね、うん、うん、なんか変な予感がしたんだろうね飛んだらいけない
周りのスタッフの気持ちになるのよ。なんか俺狙われてるみたいなのが、うん、多分それ飛んでったらなるべくあのみんな網を持って待っているの で、 あそれで画面の外で、あ、うん、なるほど、本能的に、びっくりする、周りのスタッフの気持ちじゃなくて虫の方が気持ちですからね今ね。いや、そうだよね、うん、面白いなと思って。そうですか、うん、まあでもその撮影中いろいろ大変なことなんかもあると思うんですけども、うん、どうですかね、うん、映画。私はとにかくエンドロールに弱かったかなって、うん、最後ホッとする感じだったので、うん、それでエンドロールにトンって切り替わった時にもうキューって来てしまって、うん、あ、いかんいかんとか、うん、ちょっと岸谷さんの気持ちが分かってしまったりとか、うん、でもなんか親の気持ちで見てしまうっていう方もいらっしゃったみたいで、うん、なんか今回は岸谷さんいや、あの浅木さんのご両親の気持ちっていうのもなんだか見えてきたし、うん、ゆうちゃん自身が持ってる何かっていうのも分かったし、うん、すごく思ったのがそんなにたくさん喋り合う人たちじゃないんだなって思って、うん、なんですけどすごく気持ちが伝わるし、何かこう声が始まってからのちょっと危ういというか脆いようなもしかしてっていう匂いもどこかに漂っていて、うん、なんかそれがすごく切なくてキュンとする感じというか、うん、うん、なんだろう、突き放すところとかですよね、うん、うん、あのでは映画のグッバイデイズの方を見ていただきたいと思います。ではご覧ください。いや、映画の見てきたなんでしょう、シーンとかがわーって出てきて、うん、ちょっとまたうるっときそうになったりとか、うん、私はあれですね、やっぱお父さんのシーンとかがすごい来る感じしますね、うん、嬉、うんうん、しい、うん、竹内優吾さん、はい、本の方がですね、ニューベチツカロリーオフが、はい、そうです、発売になっております。ちょっと画面の方に皆さん映してもらっていいですか？すいません。いいですか？はい、ありがとうございます。やっと見せていただいた。なんか見せていただいた。はい、これあの僕の方も読ませていただきまして、うん、ありがとうございます。いや、まあ、あの僕も焼きナスは皮がついてる方がいいなとかですね。これを読めば何かが分かりますとかそういう本では全くないんで、どちらかというと独り言に近いというか、なんだろう、こんな時にこうなっちゃったらどうなっちゃうんだろうとか、どんどんなんか一人で勝手に妄想を走らせながら書いてるっていうか、そこにこう暗がりで一人でパソコンを打ってる姿を想像してもらいながら読んでもらうとちょっと面白いかなと。なるほど。まあ、ユーザーもですね、はい、パラパラとこう一緒に見てました、はい、うん、見てましたぜひ、はい、読んでもらいたいなと。この中で、あ、ごめんなさい、僕どうしてもこんな今のタイミングで聞くことではないかもしれないんですけども、うん、放送終わったら聞きそびれてしまいそうだから聞くんですけれども、鼻うがいってあれどうやってやるんですか？あの、うん、そう、鼻うがいやったことありますか？ありますね。鼻うがい皆さんどういうやり方してます？うん、普通に私があのいわゆる伝授していただいてたのはコップに水を入れて、うん、塩を入れて、うん、まあ、どっちかというと人肌ぐらいの水がちょうどいいらしく、うん、こう口にコップの口直に当てて、うん、吸えって言われたんですよ。あ、いやいや、これ両方いっぺんに吸っちゃってないですか？片方ずつ。一気でしたね、私はもう鼻から全部吸ってって、え、吸えですね、吸って、はい、吸うんですか、両方で口からいわゆるマーライオンみたいな感じになってすっきりっていう。なるほど。でも塩を入れると痛くないっていうふうには言いますね、うんうん、塩入れると逆に痛くない、痛くないっていうんですよ、うんうんうん、でも海入った時に鼻水入ると痛い、痛いですよね、うん、何が違うんでしょう？水より痛くないみたいな。ああ、そんな程度なんだ。わかんない。ゆいさんのやる鼻うがいはどうやってやるんですか？え、ゆいさんは、はい、ゆいさんは、はい、怖いから、はい、え、シャワーとかで。シャワーですか？シャワーだとうまく鼻に入らない部分が完全に。こうで、いろんなとこからわーって。だから多分ね、間違えてると思う。でも、これ、わーっていう状態を。どうするの？え、恥ずかしいな。え、うん、なんかね、うん、いろんな方法を試してみた。試してみたけども、ゆうさん、シャワーだと塩はどこ段階に入れます？こう、だからシャワーをこう、あの、塩を、シャワーの口にこう、振りかけたら、パラ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 って。そう、ね、でもなんか、うん、なんかね、こぼしちゃいそうで。絶対こぼれるよ、シャワーだと。いや、違う違う。だからコップだと、こぼしちゃいそうだから、うん、
と思って。ゆいさんシャワーの方が 100% 違う違う、だから分かった、もういい。あ、分かった、私なりの解釈で、ね、言わせてもらうと、うん、要はお風呂場だったら汚してもいいっていうか、びしょびしょになっちゃってもいいけど、うん、洗面所とかでコップでこぼしたりすると、あとで拭いたりするのが面倒だからとか、でも、まあ、お風呂入った時にやっちゃうみたいな、うん、そのままいや、なんか全てやるみたいな、え？早い早い早い。もう私全然ダメだ。反省。あ、そうですか。あ、でも鼻うがいいって言いますよね。うん、はい、うん、まあ、そんな鼻うがいをした果たしとか、まあ、その後やどうやってるやってないとかいろいろありますけれども、とても面白い本だったので、はい、ありがとうございます、はい。こちらの方もですね、ぜひ読んでいただけたらと。この本は番組を見てる皆さんに。はい。カメラ目線でメッセージでもいただけたら、はい、うん、太陽の歌本当に良かったです、ありがとうございます、うん、いろんな方が見に来てくれるといいなと思います、ぜひよろしくお願いします、うん、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、はい、あ、なんか他に言うことあったんでしたっけ、あれ、あ、本、本の方もぜひ、 ありがとうございます、はい、写真も入ってます。はい。え？はい。締めてもらっていいかい？そうだよね。うん、はい。じゃあ、竹内恵子さん、今日はお忙しい中、ありがとうございました。どうもありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。グダグダになった場面もあったけれども、いや申し訳ないですね、はい、はい、どうだったですかね、楽しんでもらいたいんですかね、どうですかね、はい、そうですよね、うん、まあ、でも映画もの、見ていただいて、はい、嬉しかったです、はい、あと、うん、出会いの頃のフィルマイソウルの話なんかも、うん、していただけて、はい、素敵な方です、うん、うん、またぜひお会いしたいですね、はい、そうです、うん、はい、ユーラジオももう9回目になりました。皆さんの応援のおかげで、本当にたくさんの方々に聞いてもらえているのはすごく嬉しいです、竹内結子さんも来てくれて本当にありがとうございました、はい、映画の方もぜひ皆さん大切な人と一緒に見に来てください。そして来週からはまたいつも通り、こっそり放送していこうと思っています。皆さんからの質問や、ちょっといい話、笑える話、普通のお便りを募集しています。今週のラジオの感想はメッセージボードの方にぜひ書き込んでください。ではありがとうございました。ゆいでした。バイバイ。There